さあ行きましょう。今乗っているのはレクサスの RC350、 これ F スポーツですね。最近僕いろいろと間違いを犯すので、事前にある程度情報をですね、ボスからも仕入れるようにしました。とは言ってもちょっとまだ全然オプションとかまではわからないですけど、まあでもオプションをパッと見たらわかります。これマーク・レビンソン、まずこれオプションですよ。これ高いですよね。25万ぐらいはオプション確かついてますし、この光り物の魚の鱗を思わせるような、これアルミなんですけれども、アルミの押し型成形というのかな、この模様型に押すっていう、まあこういうのも工芸品扱いみたいなものですよ。こういう加工の仕方も、これもオプションですね。まあそのぐらいじゃないですか、この車のオプションっていうと。あとは走りでどうなってるかっていうあたりですけれども、これ350の F スポーツなので、これがだから最上級になります。まあ RC はもう簡単に内外装を見てもらえばわかりますけれども、2リッターのターボと 2.5 リッターのハイブリッドがあって、この 3.5 リッターの NA です、これは。ターボもあるし、ハイブリッドもあるし、NA もあるしという、よりどりみどりっていうのがこの RC に対して今、レクサスが用意しているアイテムになります。なので結構贅沢な選び方ができ、これを選んでおいたらもうコスパめちゃくちゃいいから、まあ安いのを望む方にはこれみたいな、そういう考えじゃないですね。一応300とか 300H かな、ハイブリッドは。で、350とかグレード構成では分かれてはいますけれども、どれが偉いとかっていう感じではないですね。この RC のラインナップを見る限り。そもそも RC どうなんだっていう話ですけれども、まあ要望が多かったのもあります。サイト立ち上げてからというより、サイト立ち上げる前からの要望がめっちゃ多かったので、RC も扱ってみようかなと。やっぱこのアルミ、僕これ結構好きですよ。さっき僕のこういう表現で好きなものってなんかね、意外と変な例え方をいつも僕しちゃう癖があるので、このアルミいいですよ。めっちゃいいですよ。すっごい綺麗。この加工。これ内外装見てもらいたいですけど、メーターがこのボタン一つでウィーンって動くんですね。これね、すごい、まあ、僕の LC も動きますけれども、この動くの結構テンション上がります。あとシートは全般的にいいです。もうレクサスのシートは僕ほんとね、全般的に今すごいいいと思ってるので、でも意外とこれちょっと皮は滑りやすいかな。まあそれでも形状がいいから、僕的にはありかなと思っております。まあ、あとはもう渋滞ばかりで信号待ちばかりなので、こういう使い勝手の話になりますけど、使い勝手は、まあもうちょっと上げてもいいかなっていう感じはしますね。それはね、僕の LC も同様です。表面上は使いにくくはないんですよ。でも、今って別にこれ世の中全体の話、またこういう飛び火しちゃうのかな。世の中全体の話で、要は効率化共有化ってこの世界だと思うんですね。まあそういうのがいろんな言葉で表現されたりとか、まあ僕の認識で言うと結構、まあ例えば DX とかデジタルトランスフォーメーションとかもまあその一つだと思うんですけれども、今までできなかったものがデジタルの力で、要は共有化されて、それを使用していった時に、まあ共有制限はありますけど、どこまでかって、でもデジタルになった瞬間、今まででは共有できない情報が共有できるところになって、そうすると効率化が図られてっていう、なんかそういうのがなされてないっていうのが問題なんですよ。触れてみると。だから表面上はものすごく高性能で、なんか使い勝手も良くて、できてるような、例えば今までの価値観で言うと車って使い勝手とか、そういう操作性とかじゃないですか。でもそういう価値観が今ガラッと変わり出したのが今の時代なので、使い勝手とか操作性とかも、じゃあボイコンで全部できるようにしちゃえばいいじゃんとか、だってイノベーションじゃないですか。だからそういうのを使っていかないといけない。じゃあちょっと硬いな後ろが、まあレクサスだと思うんですねっていう、まあそういう話ですよ。僕がちょっと LC を乗ってて不満に思うところもなんか踏まえながら、まあこれ RC も LC も要は共通なので、この辺りちょっとお話ししちゃいましたけど、だからなんか表面上の使いやすさとかじゃなくて、ちゃんとオーナーとしてなった時に本当の使いやすさ、例えばオーディオとかも LC でも起きるんですけど、じゃあ Bluetooth でつなぎました。毎回その何かある時に、意外と走り出す時に Bluetooth を選択し直さないと、なんで今回はつながんないんだとか、つながるつながんないの場面があって、その共通項がよくわからんとか、なんかその条件がよくわからんとか、まあいろいろ起きるわけですよって。なんでこんな話に飛び火しちゃったのかわかんないですけど、僕はレクサス大好きです。まあでも質感はいいですよ。やっぱりこういう日本じゃないとできない工芸品的な使い方のこういうアルミとか、本当ね、そういうのはとてもいいと思います。それを大事にしていった方がいいと思います。まず車としては結構静かです。この静かさは僕想像以上でしたね。これ350、かなり静かです。で、乗り味としては結構足は硬いです。で、プルプルもします。もうこれレクサス特有の乗り味ですね。メルセデスのエアサスがプルプルするのが特徴だって僕は捉えてるんですけど、だから目つぶってでも、ああ、メルセデスのエアサスだねってわかるわけですけど、これは今、この内臓がちょっとプルプルする感じとかも含めて、ああ、今これレクサスの乗り味だねってすぐ分かります。だからそういうちょっとプルプルとした振動が出てます。なんでこのプルプルが強く感じちゃうかっていうと、レクサスはその手前がちょっと硬いんですよ。硬い突き上げの後に残音感のところでブルルンって残るんですよ。ドンブルルンっていうか、このドンが1回来てからのブルルンがちょっとあるので、それは試乗したらすぐ分かるんですよ。じゃあ自分はちょっとレクサス興味があって、ちょっとデザインとか好きなんで乗りたいですって言った時に一番分かりやすいのは、だからこういうちょっと重たい系の車ですね。ハイブリッドでもいいと思います。ハイブリッドの方がこれ350よりも重たいので、まあ、350も重たいですよ。1700キロなので、約これで1690かな。これギリギリ1700切ってるぐらいです。ハイブリッドは1700オーバーしちゃうはずなので、確か10キロか20キロが重たいですもんね。そういう車乗った時のちょっとしたこういう段差超えた時にブルブル感どうなのっていうあたりでちょっと確認するのもいいかとは思います。全体的にだからね、やっぱ進化は今必要だと僕は思ってて、これ350の F スポーツだけは標準で LDH がついてるんですよ。それってだからリアステアがついてるんですよ。フロントの VGRS に加えた上で、フロントのこのハンドルも機械的につながってはいるんですけど、電子制御でハンドルの切れ角がコントロールでき、加えてリアの塔も動くんですけども、初期の頃よりも違和感は少なくなってきて自然な感じになってきたのでいいとは思うんですけれども、これを僕のシンプルな発想で言えば乗り心地の方に使ってもらいたいなってちょっと思います。だからそうすると多分このコツコツが消えそうだなって、逆に言えばこの全体的な静かさとかの中でこのコツコツ感の音と入力、このインパクト系はちょっとあります。だからそこをいかに減らせられるかっていうところが結構勝負なのかなと。で、それを減らす上で実は LDH は使えるはずなんですよ、リアステアは。でもこれ今乗り心地方面ではこの LDH 使ってないんですよ。これがねちょっと気になるところ、リアのステアを使ってないところが。だから僕の観点で言うと、リアステアができますって アイテムがついてますよって言った時に3つ段階があると思ってて、1つはまずついてますよっていう段階でまずついてる車、これだけでも安定感とかは底上げされますし、小回り性能も効きますしっていういいんですけども、セカンドジェネレーションはこれを違和感なく使いこなしてきてる車、まあこれでセカンドジェネレーションですよ。サードジェネレーションが僕は今最新型だと思ってて、例えばそれがメガーヌの RS とかがサードジェネレーションですよ。完全にあれ違和感がないとか小回りが効くとか安定感とか、セカンドジェネレーションまでのものは当たり前として、サードジェネレーションのものは完全に乗り心地を良くするためにこれを使い出してるんですよ、このリアステアを。っていうのが第3世代だと思っていて、要は思想の上でっていうか、こういう開発のアイテムが成し得る思想の上でっていう話で言うとですよ、それで言うとちょっとそこまでは使えてないかなっていう感触はちょっとあります。まあでもその違和感はないですよ。こういう風にレーンチェンジしようとした時に違和感はすごく少ないです。もうちょっとね乗り心地の方に触れるはずなんですよ、走行性能の底上げができてると思うので。でもあとこういう風にレーンチェンジするとね、すぐはちょっと感じますけど、少し重心点が高い、ロールセンターもちょっと高い感じがする。重心点全体的に、あー違う、ロールセンターはそこまで高くないのかな、重心点だけが少し高い感じがする。なんかねちょっと腰高なんですよ、動きが。これがね少し僕の中で言えば気になるところかな。いい車ですか悪い車ですかって言われた時に、いい車です、いい車です、いい車なんですけども、こういったラグジュアリークーペじゃないですか、ラグジュアリースポーツクーペっていう、そのレクサスの中でのこのクーペが持つポジショニングを考えた時に、スポーティーにも走れないといけない、乗り心地も良くしないといけない、静かさも得ないといけないっていう中で、静かさっていう観点で言ったら僕は結構いい線来てると思います。かなり高いレベルには来てると思います。でもラグジュアリー性がちょっと出てないかな。もちろん F スポーツだからっていうところでいいのか、これは。そういうことか。F スポーツだからいいでしょうね。これバージョン L の18インチになったらもっと静かになってもっと乗り心地が良くなるぞっていう話なんだろうな。ちょっといつももう今降りてるんですけど、ちょっともうちょっと乗りたいので高速行っちゃいます、このまま。ゴー。まあ380ニュートン。まあ気持ちよいですよ。気持ちよいけども、もうちょっとだけ吹き上がりを良くしたい。いや違うな、音かな。もう一回、もうちょっと、そうだ、音量が欲しいんだな。音もうちょっとだけ音が欲しい。で5000回転ぐらいから吸気脈動を使ってレゾネーターの部分で増幅させるので、吸気音がすごい気持ちいいですね。でそれは LC にも多分使われてると思うんですけど、その技術って。そうすると5000回転ぐらいからおーってちょっとスピーカーから音を出してるような、まあそれ系の音がするんですけど、その音も気持ちいいんですよ。でも全般的にそれらの音含めて排気音含めてがちょっと抑えられてる感じがするんですよね。それがねちょっと気になるかな。もうちょっと激しくていいじゃんみたいな。うわ、やっぱ突き上げちょっとありますね。なんかもう少しだけ低く座りたいし、重心点下げたいし、少し重心高が高い動きをする。だからこれをうまく使ってあげると乗り心地とかも相当良さそうなんですけど、バージョン L で乗った方が幸せな車かもしれないですね、ある意味。例えばイメージで言うと、こんな飛び火させていいのかあれですけど、ルーテシアとノート、これ同じプラットフォームでできていて、プラットフォームが持ってる本質はちょっとジェントルな方向に振られていて、ハンドリングでルーテシアをスポーティーに持ってこうとして、ノートはちょっとジェントルというか穏やかというかマイルドな方向に持ってこうとしてて、じゃあシャーシとの相性で言うと、じゃあジェントルなノートの方が合ってるよねってあるじゃないですか。この今のシャシっていうのはスポーティーじゃなくてジェントルな方にちょっと向いてる感じがするんですよ。それで言った時にバージョン L の方が合ってるんじゃないのっていう観点。長かったですね話が、すいません。まあ一言で言えば、この車種にはバージョン L が合ってます。 F スポーツだともちろんスポーティーにも走れるようになるけども、ちょっとその犠牲になるところが要所要所で出ますよって、表面化してきますよっていう、そういう感じですかね。スタイルだけで言っても、もう元々この RC ってスポーティーじゃないですか。 F スポーツを選ばなくても十分スポーティーでシャキッとした見た目してるので、結構僕バージョン L ありじゃないかなと思いますけどね。 RC の350バージョン L ラグジュアリーに乗りこなそうぜとか、そこでさらに静かさとか EV ドライブ欲しかったらハイブリッドいいねとか、いやこれちょっと他のターボかもう1車種乗らせてくれたら分かる。ターボがもしかしたらこのシャーシで F スポーツでって考えると相性が一番いいかもしれない。エンジンもね、まあ、スポーティーに走れるんですけど、根本そこまでスポーティーっていうよりも、そこまで回転数を上げずにだらっと走るのを得意としてるような、そういう感触なんですよ。ブレーキのタッチ悪くないな、今みたいな急遽のブレーキ。高速道路でアクセルがボン踏んでドーンって加速するよりも100倍今のほんのちょっと気持ちよく加速しようみたいなぐらいのアクセルの踏み込みで走ってる時の方が全然いいんですけど、エンジンもすげえトルクも十分あるし、2000回転から4000回転ぐらいで使ってる。わあ、リアが今嫌な動きしたな。これ動くな、すっごい動く。ほら2000回転から4000回転ぐらいで嫌な動きっていうか違和感っていう話です。リアがねうにゃうにゃ動いてるのが分かる。これを動かないようにもっともっと足の動きとリアステアの動きは調和させないといけないですよ。先ほどの話じゃないですけど、バージョンで言うと、まだ2段階ですよ。3には3世代目には入ってないですね。スポーツプラスだからだ、積極的に動かしてるからだ。だからノーマルにしよう。ノーマルにすると、ノーマルにするとやっぱ収まるんだ。なるほど。スポーツプラスにするから結構違和感的にリアがキュン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 動くんですよ。スポーツプラスは僕はだから好きじゃないんですね、動きが。単純になんかそんな感じはします。好みだと思いますけど、僕はスポーツプラスが最も違和感っていう、そういう感じ。スポーツプラスが自然ともう僕も戻しちゃったじゃないですか。スポーツプラスで走る車じゃないんですよっていう、そういう印象になっちゃうんですよ。この1台だけを乗ってる感触で言うと RC は350でバージョン L で乗ってるのが最も高級かもしれないですね。街乗り仕様の多い人はハイブリッドもあるかもしれないですけど、まあラストエンジンって考えて1台選ぶみたいな、そんな観点でハイブリッド今後もたくさんまだまだ乗れるので、まあそれで言ったら結構350バージョン L なんて今いいんじゃないですかね。別にスポーティーだけを目指してピュアエンジン乗らないといけないとかそんなわけでもないので、こういったやっぱエンジンじゃないとできないラグジュアリー性っていうのもちゃんとあって、その世界うまく出てると思います。だから僕はバージョン L 推しですね、350。まあそういう風に今結論付けました。でもしも F スポーツみたいなそういう感じガンガン行きたいんだけどって言ったらターボだったら僕 F スポーツが合いそうな気がします。じゃあハイブリッドはって言ったら、まあ電動ドライブできたいしたい方とか、でもその観点で言ったらもう今はプラグインハイブリッドとかより強力なのが出てて、まあこの車には設定ないですけれども、世の中見渡した時に出てるので、まあ僕は今この RC で言うと今のこの時代背景まで踏まえたら注目はターボで F スポーツ、もしくはこの350でバージョン L、まあそういうのがなんかいいんじゃないのかなっていう、車との調和が取れていて最も戦闘力高く使いこなしてるっていう意味で言ったらその2つがなんか僕の中では結構上がってきますかね。こういう下道降りてきても結構静かじゃないですか、滑らかじゃないですか。まあそういう良さを持っていて、350のエンジンは380ニュートン中間からは出るんですけれども、もちろん中回転からはその手前だって十分結構やっぱ 3.5 リッター伊達じゃないですよ、この大排気量ちゃんと出てるので乗りやすいですよ、やっぱり回転上げなくても。しかもその回転上げない時の排気音も気持ちいいのでいいと思います。まあ、というわけで今回はですねレクサスの RC ですねの 350F スポーツ、決して悪くないとは思います。まあ個人的にはちょっとリアステアの進化が今止まっちゃってるところなので、これはどうにかしたいなっていう、そのリアステアを結構この350の F スポーツは標準設定、この車にのみ設定されていてそれを武器にしてるので、今リアステアがちょっとなんか古さを感じる感じなので、だからあんまり F スポーツを僕はおすすめじゃない感じに今感触としてはなっちゃってます。特にスポーツプラスとかで走ると少し違和感があるので、ちょっとそこが気になるところですかね。ちなみにこの350はフロントにパフォーマンスダンパーが入ってるので、まあそういった意味でも結構しっとりしてるので、だから350の低速トルクも豊富な、でエンジン回転も適度に音も入ってきてトルクフルでって扱いやすい、でラグジュアリーなバージョン L が結構いいんじゃないのかなっていうのが今こういう風にパッと、乗った限りで思うところです。夏場とかこれから先エアコンがまた結構ガンガン使い出す方多いと思うんですけれども、こういう吹き出し音は気にした方がいいですよ。このレクサスの吹き出し音の少なさ、音の静かさとかはこれロールスロイスとかにも匹敵するぐらい、そのぐらいこのエアコンの吹き出し音って意外とグローバルで見てもそこまで注目というか、そこをじゃあ削減するためにどうしようみたいな、実はあまり注目されてないというか注力されてないというか、でもレクサスはそういったところもすごい大事にしてきてるので、すごいいいところはあるんですよ。そういった作りとかも全部含めると、だからバージョン L になんかすごい合ってる感じがするので、はい、350バージョン L いいんじゃないでしょうか。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではではまた次の動画でお会いできたらと思います。では失礼いたします。いいかライフを。さあ今イカラハウスからのちょっと帰りなんですけれども、なんで急遽回し出したかっていうと、いや後僕来る時に動画撮ってたんですけど、ずっと考えてたんですけど、一番どういう方におすすめするべき車かっていうのを考えた時にすごくちょっと今ぼやっとしちゃってるところはあって、走り好きの方、いや違うんですよね、走り好きの方ではないんだな、クーペですけどやっぱラグジュアリーですね。完全にラグジュアリーにこういったスタイルのいいクーペを乗りこなしたいっていう、快適にっていう、まあそういう形ですかね。19インチですし F スポーツの方がかっこいいっていう感触もあると思います。まあグリル周りのデザインも違いますし、そういったかっこよさの上でって考えるとまあ、電子制御SASがついているので、この350の F スポは通常時からまあノーマルで走ってるか、コンフォートがないんですよね。そこがね、コンフォートがあったら多分これちょっとふわふわするとは思うんですけども、ふわふわまで許容してあげちゃえばこれいけると思うんですよね。この電子制御SASの振り幅がどのぐらいかわかんないですけどっていうなんか感触はちょっと受けるんですよね。やっぱりね、ちょっと硬さが出る時があるんですよ。そのちょっとの硬さが全体的に静かで結構滑らかでしっとりは基本としては走ってるんですよ。その中にほんのちょっとの硬さがパン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 目立ってるっていうのが今の現状で、それを目立たないようにするためにはコンフォートモードとかを作ってあげて、その角の入力をボンの入力をいかに逃がしてあげるかっていう、これをやらなくちゃ僕はいけ、やった方がいいんじゃないかなとちょっと思ってる方で、そこまでできてくると、いやもうこのスタイル気に入ってんだったら、いや全然大丈夫だ、もう安心して買ってよっていう、走りもほどほどに楽しめるしいいよって、特にこの 3.5 の N エンジンいいよって、低回転からも力強いしねみたいな話になるんですけど、結構全体中の静かの中でパンパンこの鋭い入力が来る感じのとこがちょっと僕は気になってる要素かなと思います。ほら、こういうスタートとかもすっごい動きやすいんですよ。この 3.5 リッターすっごいいいんですけど、なんで僕がこのなんか煮え切らないんだろうの理由をずっと自問自答して探してるんですよ。じゃあだったら700万円ぐらいなレベルで、じゃあ通常の4シリーズとか、C クラスのクーペとか、それと比べた時にどうって言われた時にっていう、そういう話ですよね。決して悪くないんですけど、なんて言うんだろうな、一本ビチッと筋が通ってます。で、まあ、これなんですよね。これが車の完成度なんですよ。車の、もう価値を決めると僕は結構思っているので、シャーシから、エンジンから、ハンドリングから、乗り味から、この静かさからっていう全部が一本、どこで攻めたいんですかが、ちょっとレクサスはブレてる、まあなんかそういう気持ちがちょっとあります。まあそれは自分が乗ってる LC にもちょっと感じるところはあります。そういう観点で言うと、BMW とか、例えば C クラスとかの方がブレてないのかなと。C クラスでハンドリングだけで言ったら、もしかしたらこっちの方がいいかもしれないですけど、でも、全体のその味って言った時に C クラスはそもそもそのハンドリングをがっつりそこまで求めるようなテイストにしてないですし、 BMW よりも確実にこっちの方が静かですよ。静かだし、でもスポーティー路線で BMW の4はビチッと仕上がってるんですよ。よりブレのない仕上がりっていうところでなんかちょっとね思うところです。まあこういう高級車とかラグジュアリーモデルとかプレミアムっていうような言葉がつくような、プレミアムっていうのがついたらって考えた方がいいのかな。まあそうなった時にはいかに一本筋をもうとことん通すかっていうのが大事になると思うので、その筋の通す力強さで負けてる感じは若干しますね、っていうのはあります。すいません、今回も言いたい放題で。僕のいい車っていう価値判断で言った時に手放しで「うおすげえじゃん!」にはならないっていう話です。